こんにちは。こんにちは。高梨キッチンの時間がやってまいりました。ね、鍵さん。はい。だから今日は、ゲストという形ではなく、ウィズで。パートナーで。はい。共に、どちらもメインで、どちらもアシスタントという形で、進めていきたいと思いますんで。はい。鍵さん、よろしくお願いします。お願いします。ちなみに今日、どういう料理を作るプランはあるんですか？コールスローと、僕はデザートはフルーツポンチ的な、大人のフルーツポンチ的なものと、あとはやっぱ男のロマン、クリスマス定番、肉を焼く、うん、いいね、その他ブラブラブラって感じでやっていきたいと思います。はい、今日メインですか？僕はもう今日僕の大箱のチーズダックカルビを、はい、僕らもういろんなところで、はい、披露してる。何回作ってきたんですか、人生で？人生で数え切れない。人生だったらやばいね。アウトローのまっすぐより投げてきた。投げてる。ああ、間違いない。それはもうファイターズの、ファイターズの選手は、なるほど、8割方食べてると思う。なるほどね。ジャイアンツは僕初っすか？初だ。おし、初ですね。いいっすね。はい、じゃあよろしくお願いします。はい、作っていきましょう。お願いします。お願いします。鍵谷投手は、はい、料理をよくするんですか？料理全然しないです。あの、もう一人暮らししてた時はもちろんしました。でももう結婚してからは一切してないです。このチーズダックカルビを作る時だけ参戦するんですか？参戦する。ファイヤーマンじゃないですか？一緒っすね、球場と役回りは。止まったら出てくる。そう、特殊大のディション。作んないの？いや、今日はだってまだ結構尺あるんで、今日はだって今日結構時間余裕持ってるんで。すごいね。喋りながらとかいいかなと。定量カットね。いやー、どれぐらいお肉、まあ、とりあえず切っちゃうか。まあでも、谷さんぐらい作りまくってたら、もうあれですよね、レシピなんてもう見なくても、もう。あ、もうだってレシピっていうか、その男飯だから、そんななんか、測ったりはしない。ここ。あの、あれっすよ、トマトにチーズ切ってのっけただけなんで、料理とも呼べない白物。だからせめて見栄えはね、よくちょっと思ったわけですよ。これ一人で食べる時もこうやって綺麗なの作る？やります。テンション上がるじゃないですか。こだわりそう。塩を感じさせないぐらいに使うって、あの鳥羽さんが言ってました。とりあえず冷やします。ウインナーから出し取ってるんですよ。そういうことです。あ、いけるわ。普通コンソメとかを入れるのに、コンソメを忘れてどうにかスープにしようという。そんなことしかったよ。で、皆さん、出汁の買い忘れには気をつけましょうね。ジャイアンツでこういろんな料理する機会を与えていただいて学んだことは、料理を成功させることが大事じゃなくて、とにかく喋る。これが大事っす。わかりました。やっとわかった。マウンドで失敗するのはちょっとあんま良くないけど、ここは失敗していいんだ。どれぐらいがいいかな。いいな。健康盛り。こいつを入れます。今日はクリスマスということです。音。メリークリスマス。こんなの歌にメリークリスマスあります？はい、いい匂いがしてきました、ね、いや、いい匂いしますよね。ごま油最強。これさっきの肉だけ入ってるじゃないですか、はい、あれに何を入れたんですか？いや、あれに、まあ、ごま油でお肉炒めて、はい、ちょっと先に
コチュジャンでお肉にちょっとだけ味をつけて、あの漬け置きしてないんで、もみで寝かせてないから、あなんかちょっと漬けようかなってふと思って。いつも寝かしてたんですか？いつもはちょっと、ね、寝かしたりもしてました。あ、これだけでうまいもんな。大変ですね。これ今何作ってるんですか？これ今からコールスロー作ります。多分うまいと思うんだけど、どうだろう。かけさん、うまくなかったらすいません、ね。カギさん、あ、まあいいか。いや、できたらこれを塩もみしてほしいっす。最初まだ多分しなしなになっていて、まあ、今結構なって出てきた。繊維が潰れてもいい。あれっすよ。シェフ、どうすか？全然いけます。もういい？まだいけます。あ、まだいけるの？はい。ここの水抜きスーパー大事なんで。あ、そうなんですか。ここにかかってます。オッケー。じゃあ俺もっといきなりやろう。ジャイアンツの2番目に料理うまいのって誰なんですか？2番目って僕1番じゃないです。いやいや、1番でしょ。違う、キャラが立ってるだけなんで。他に誰います？料理うまそうなんですか？料理うまい。高橋シェフから見てジャイアンツで料理うまい人。デラとかうまいですか？デラ結構飯作るっぽいですよね。デラ作ってたまに持ってきますもんね。給料作って持ってきますよ。ドミニカ料理みたいなやつですか？そうですね、向こうのなんかこうスパニッシュオムレツみたいなの作って持ってきたことある。クエって言って、はい、クエ食べさせられますよね。高梨の家でやればよかったね。いや、それはそれで、だって狭いし、狭いし、すごい、すごい家に住んでるって聞いたけど。誰が言ったんですか？いや、わかんない。そんなことないっすよ、普通のマンションさ。あ、でもこれ薄いから、あれだ、一発で焼いちゃおうかな。ステーキです。でん、佐賀牛。おーい、いけるかな、上手に。これはこれ何肉？この牛肉です。牛肉も入れるんですか？僕これ何でも入れます。本当はホルモンも、あ、タンも何でも入れるんですよね。何でも入れた方がうまいっすね。うまいよね。それも仕上げの作業？仕上げです。これは肉は火力強っ。前代未聞っすね。卵焼き器で最終的にはステーキを最後。オッケーっす。対応力っすね。対応しすぎじゃないですか。これ大丈夫っすか？で、これでこうやって。そしてもうチーズが乗りましたね。最高っすね。たっぷり。なかなかどうですか？いいんじゃないですか？いい感じに焼けてますか？いい感じじゃないですか？ちょっとほら、完璧じゃないの。乾杯。乾杯。ナイス。そうです。チーズなし。
いただきます。伸びる、ちょっとすげえな、伸びすぎて。熱い、これうまい、うまいでしょ、うまい。ちょっと味濃いめなんですよ、僕ら。そうなんですよ、これは美味しいわ。これ飲ませに来てますね。僕今日帰れないですね。うまい、美味しいっす。いくらしたら、はい、美味しいとこ食べる、美味しいとこ食べてください。どうですかこの焼き具合、見えるか、伝わるかな。伝わります。もっともっとですね、もっとですね。あーすごいすごい、うわーすごいピンク。絶妙にね、めちゃくちゃいい色じゃないですか。誰が焼いたんですかこのステーキ。なし、僕です。いただきます。ちなみにどうですか、完璧じゃないですか。うん、どうすか、うまいでしょ。うん、あうまいわ。どうすか、ちょっと冷めました。冷めたけどうまい。今日の料理で、一番食べたい料理を、美味しそうだなと思った料理を、はい、アンケートでお答えください。タッカルビ、ステーキ、オムレツ、これはいいんじゃないですか。スープの4つで、4つで、うん、表示チーズタッカルビ 46%、 ステーキ 36%、 デラロサオムレツ 16%、 スープ 1%。 歓迎さん、はい、ありがとうございます。完全勝利って思うでしょう、うん、甘いです、甘いです。これはだから、うん、もっと細かくした場合はそうなるわけですよ、ね。うん、カギさん、高梨で割った場合、この 16% とその 30%何足したら、僕はもう過半数取ってるわけですよ。数で勝負したら、つまりは僕の勝ちです。優勝。ありがとうございます。